モハメッド・カウナルド・ヘイダラ、モハメド・クーナウルド・ハイダラは、モーリタニアの軍人、政治家。1980年1月4日から1984年12月12日まで、モーリタニアの元首である国家、救済軍議委員会委員長を務めた。1975年7月10日に、モクタルールドだった政権に対するクーデターが起きると、それに参加し、 ムスタファウルド・サレクのもとで参謀長に就任した。しかしサレクは西サハラ問題などで失点を重ねたため、1979年4月6日、軍事政権の再編によってサレクを追い落とした。首相にはアハマド・ウルド・ブシェフ大佐が就任したが、ブシェフは就任後わずか50日で飛行機事故によって死亡し、地理暫定首相を経てハイダラが首相に就任した。 首相に就任するとハイダラはまず、6月末に、モハメド・マフムード・ウルド・ルリーを議長にすることでサレクを完全に失脚させ、ルリーと共にポリサリオ戦線との和平に成功した。その後、1月4日にハイダラはルリーを失脚させて、議長の座につき、完全に政権を握った。しかし失脚させたシティア・サレクがクーデターを計画するなど政権は安定しなかった。ハイダラは、 マーウィアウルドシディアハメドタヤを参謀長に就任させて、自らは国防省の座を首相と兼任したが、この人事によって軍の実権はタヤが握るようになり、1984年12月12日にタヤのクーデターによってハイダラは失脚した。ありがとうございます。